名門インテルさん、どうしても日本人が取りたいご様子。インテルが AZ の日本代表ディフェンス菅原幸成に関心を寄せているという。インテルは今東クラブブルージュからカナダ代表ミッドフィルダータジョン・ブキャナンを獲得し、右ウィングバックの選手層を拡充。イタリアカルチョメルカートによると、この時ブキャナンと天秤にかけていたのが菅原とのことだ。AZ との契約が2025年6月までとなっている菅原の評価額は1000万から1500万ユーロ。現インテルは各ポジションに2枚ずつ即戦力がいるほど充実のスカッドを誇り、右ウィングバックもミッドフィルダーデンゼル・ダンフリース、ブキャナン、ミッドフィルダーフランク・アドラードが揃う。それでも、既存戦力に何らかの変化があれば、2024年夏に向けて再び菅原をリストアップする可能性もあるとのことだ。過去に長友佑都が活躍したインテル。獲得候補者には、たびたび冨安健洋の名前も挙がっている。過去にリバプールやウェストハム、フルアム、スポルティング CP などからの関心も寄せられていたとされる菅原。2024年夏がキャリアのターニングポイントになるかもしれない。いや、ブキャナンとクアドラードにさすがに競えるかな？ちょっとハードル高い気するわ。インテル日本人好きすぎないか？やっぱ長友が与えたインパクトはすごかったのか。インテルとか行けたら最高やろ。サイドバックでセリエの上位で出れれば半端ないことよ。長友とか言う？インテルでキャプテンマークを巻いた怪物がいて、先日も未だにスタメンだった模様。長友の後を継ぐのが菅原ってなんかええやん。絶対トミーではないわ。菅原もCLとかで見れるようになると、日本代表もいろいろ化けてくるわな。菅原はドルトムントが絶対いいと思うけどな。プレミアやイタリアではなんかきつそう。橋岡もルートンだし、前を朝になったフラムあたりに行ってほしい。マイクマがそのままオランダでええよ。菅原さん、ネクストファネレテになりましょう。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。